浜名湖のピットです。この時間は今シリーズのメインカード優勝戦第12レースのピットリポートをお送りします。まずは昨日行われました優勝戦メンバーのインタビューをご覧ください。船足の手応えはいかがでしょう。今日はとても良かったと思います。いいところや特徴などを挙げるとするとどんなところでしょう。特徴はそんなないんですけど全体的に上位です。コースですがインコースで、はい、ここまでのスタートはご自身の勘と比べていかがでしょうか。合ってます。メッセージお願いします。絶対逃げます。応援してください。船足の手応えはいかがでしょうか。順優が一番いい足になってたんじゃないかなと思います。回った後に帰ってきてる足がいいと思います。一方の直線についてはどうでしょうか。直線もそんな下がることない感じになってきたので、はい、いいと思います。コースはいかがお考えでしょうか。はい、2号艇なんで2コースを主張していきたいなと思ってます。ここまでのスタート感はいかがでしょう。今節自分の中ではいけてる方だと思うんですけど。メッセージお願いします。一層一生懸命走ります。応援してください。船足の手応えはいかがでしょうか。順優はすごく良かったと思います。ちょっとバランスは取れてたんですけど全体的に上積みがあったっていう感じです。はい、コースはいかがお考えでしょうか。外に永井さんがいるのでちょっと分かんないですね。スタート感はいかがでしょう。順優はすごく気持ちよく行けたのでそこら辺の足も来てるのかなっていう感じです。メッセージお願いします。緊張しないで自分らしくレースをしていきたいと思います。応援お願いします。船足の手応えはいかがでしょうか。いいところ、どっちかって言ったら出足がいいですけど、はい、とりあえず乗り心地を来させたいです。コースはいかがお考えでしょう。永井さんの離れがいいんで抵抗できなかったら外になるかもしれないです。スタート感はいかがですか。感は合ってるんですけど遅いです。はい、一言お願いします。はい、明日も一生懸命走ります。応援してください。船足の仕上がりはいかがでしょう。いいと思います。納得づくの船足ですか。はい。ピット離れ含めてコースはいかがお考えでしょうか。6コースにならないように頑張ります。ここまでのスタート感はいかがでしょうか。そうですね、突っ込みたいけど突っ込めない感じです。メッセージお願いします。明日優勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。船足の仕上がりはいかがでしょうか。今日キャブレター交換してから利き足と伸びと、回り足全部の足が、はい、あっても特にピット離れが良くなっていると思います。コース取りは、ピット離れが出たり出なかったりでちょっと分かんないんで、はい、スタート練習はいろんなところからしようかなと思ってます。はい、スタートは普通に行きたいなと思います。メッセージお願いします。優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝戦メンバーのインタビューをご覧いただきました。それでは選手の情報です。まずは1号艇池田明美選手です。ここまでオール2連隊の成績で絶好枠1号艇を手にしました池田明美選手。今日は行き足とターン周りに重点を置いた上積み作業を行ったとのことでした。先ほどの試運転後には船足の感触はいいですと手応えを口にしていました。スタートについては今日は風が強いけど行き足がいいので大丈夫です、集中していきますと意気込みを語っています。次に2号艇魚谷香織選手です。今年に入って10優出3優勝としています魚谷選手。今日このレースまでは自身のペースで作業を行っていました。朝の試運転で良さそうだったので上積みを求めての作業は何もしていないということでした。レース前の試運転では風でよくわからなかったけど悪くないですとのこと。またスタートについて今節は練習では早いけど本番に行くと遅いと語る魚谷選手。スタート練習で勘を確かめる姿がありました。最後は3号艇宇野弥生選手です。このレースまではプロペラ調整と試運転を繰り返し行い足色を確かめる姿がありました宇野選手。今日は回転が足りなさそうだったのでプロペラ調整を行いましたと話していました。先ほどの試運転後には船足についていいと思いますとのこと。三浦選手との足合わせでは回り足でやられるものの伸びは変わらなかったそうです。またスタートについてはコンマ1例を目指して頑張りますと語る宇野選手。
今節の平均はコンマ15、このメンバーの中では一番早いタイミングとしています。以上、この時間は優勝戦第12レースのピットリポートをお送りしました。第12レースの整備情報です。1号艇池田明美選手、試運転プロペラ調整。2号艇魚谷選手、試運転プロペラ調整。3号艇宇野選手、試運転プロペラ調整。4号艇三浦選手、チルトをマイナス 0.5 度から0度。5号艇池田博美選手、試運転プロペラ調整。6号艇永井選手、試運転プロペラ調整。第12レースの整備情報でした。